はい、どうもこんにちは、ゆるさまです。じゃあゆるさまの5分プランクを始めたいと思います。スイッチオン。よいしょ。さて、今日は何の話をしようかなっていうところなんですけれども、まあなかなかね、人前に出る機会が少なくなったんで、もう髪の毛伸び放題です。今までにないぐらいのプリンなんじゃないですかねと思います。さてさて、じゃあ今日する話なんですけれども、まあ我ながらあれなんですけども、ミュージシャンとしてどうなんって思った話をしたいと思いますまあね、まあよくね、まあ、自分にもなんですけれども、いろんなことやってますんで、職業なんなんって言われたら、もうなんか一個ずつ説明するのはちょっとめんどくさいんで、職業ゆらさまやってますって答えるようにしてるんですけどもまあでもね、実際ちゃんとしたこう公の紙書類とかにあるじゃないですか、書くときにね、自分の生年月日と職業って書く欄一応そこにはね、音楽家とかミュージシャンとか書くようにはしてるんで、まあね、根本にはもちろんそうなんです。まあまあまあ今で言うと、まあ今はね、一応会社やってるんで、まあまたちょっと違う書き方になるんですけれども、根本にはやっぱりそのね、もともとやっぱ音楽でやってきてるんでっていうので、まあ今いろんな仕事をやらせてもらってるっていうのはあるんですけれども、そんな僕がですよまあ自分にもなんですけど、あ、ミュージシャンとしてこれどうなんやろって自分で思った出来事をね、ちょっとお話しさせてもらおうかなと思います。ですね、まあ皆さんのもうミュージシャンってこうだよねって思うのはあるじゃないですか。まあもちろんね、楽器ができて、うん、まあもちろんできなくてもね、いいんでしょうけど、音楽の知識があってとかいろいろあるじゃないですか。その中で、まあ僕はいろいろこうやってきた中で、自分で苦手だなって思う、まずあのアンプ楽譜を覚えるやつ、譜面を覚えるやつね、自分らの曲ももちろんそうなんですけどね、人様の現場に入らさせてもらってドラム叩く時とかもね、まあ僕ね、曲覚えれないですよねでやる気がないとかそんなんじゃないです。本当に入らないんですよ、曲。まあ譜面書いて、まあそれ見ながら叩くっていうパターンが一番多いんですけれども、みんなどうやって、いや、いろんな人に言わせたら、いや別に見て叩けるならそれでいいじゃんとか言うんですよ。いや僕はしたら、いや聞いて覚えるならそれの方がええやんって思うんですよ結構ね、まあ、見て覚える方が比較的得意なのかなって、聞いて覚えるのはすごい。それこそ、歌もそうです、ドラムに限らず。なんか結構みんな流行りの音楽とか街中で流れて聞いてたらすぐ覚えて歌えたりするでしょ、サビのフレーズとかだけども一切出てこないですもんね耳から入る情報が何なんでしょうね、自分の中で消化するのがすごい下手もっと言うと、まあ、あのなんかモノマネとかできないですし、あの日本語以外喋れないですし、僕の中で他の国の言葉とか喋れる人って基本やっぱ耳がいいと思うんですよね。そういう風に聞いて、あ、こういう風にそのように言ってって、まあ、もちろん素直に発音するっていうね、もうまた別の能力なのかしれないですけど、まず聞いてどう言ってるのかっていうのが理解できるわけですよね。やっぱ耳が圧倒的に悪いんじゃないかなってこれってミュージシャンとしてどうなんて思うでしょで、自分では思ってるっていう話と、今3分もね、3分はそうな、さっきちょっとモノマネもちらっと言いましたけど、やっぱモノマネできる人もその、ね、他の国の言葉喋れるのと一緒で、こうね、他の人が、どういうどの辺の高さで喋っててどこで発声してても多分聞いて、なんか情報処理できるわけでしょ、全くできないですもんね圧倒的に耳から情報を得る能力は低いんだろうなって、ちょっと自分でもその事実に気づいた時にショックでしたねっていうのと、もう一個は、あの一回番組、全然別の番組で、まあよくある質問じゃないですか、あのなんか100万円手に入ったら何に使いますかとか、なんかまあ別に宝くじが当たったら何に使いますかっていう質問がまああったんですまあその時普通に考えて、何がやるかな、100万円か、うん、正直まあ一番欲しいのは家買いたいけど、100万じゃ家買えんしな、100万うん微妙やなとか言ってたら、まあ他のメンバーは100万あったら何とかっていう機材を買いたいなとか、この楽器を買いたいなって答えたんですよそれ聞いた時に、はミュージシャンとしての100点の答えはそれだと思って俺何が家欲しいとかもうねえ、それね
普通ミュージシャンなら楽器とか機材とか言いますよねって、もうそれはね、もう自分でも恥ずかしかった。もうミュージシャンとしてどうなって思った話でした。5分経つかな。だってしんどい。まあでも一応ちゃんと根本にはね、ミュージシャンとして活動してるっていう自覚もありますんで、いやでもこんな僕でもどうにかやっていけてるっていうことですから、耳のいい人たちは自信を持って活動してください。よいしょ。